これらの時代の愛は、ガブリエル・マルシア・マルケスの小説、また、それを原作としたアメリカ映画。19世紀末から20世紀初頭にわたる内戦に、次ぐ内戦の時代とこれらの蔓延する時代を描いた。81歳の夫、フベナル・ウルビーノ博士は自殺した友人ジェルミーアの、葬儀を前に、オウムを捕まえようとしたはしごを登って、足を踏み外して亡くなる。 昇進で葬儀に臨む、老いた妻フェルミーナの下にに76歳のフロレンティーノ・アリーサが現れ、私はこの時が来るのを待っていた。もう一度永遠の定説と変わることのない愛を誓いたいと思っていると告げる。時代は遡り、1897年、コロンビア・カルタ・ヘナ。十七歳の貧しい郵便局員のフロレンティーノは、ある日、配達先の裕福な商人の十三歳の娘、 フェルミーナに一目惚れして、二人はたちまち恋に落ちる。母親が、うちの息子の病気は、たった一つ、これらなのよと強行をきたせほどの恋に浮かれる。一リットルのオーデコロンを飲み続けた末に、香水の匂いのする土砂物にまみれたり、フェルミーナからの手紙を、バラの花を食べながら読み返す。しかし、元ラバ商人で、闇の商売でもうけている彼女の父は、 娘を名家に嫁がせると決めており、娘と一年半にもわたるたびに連れ出す。こうして二人の仲は引き裂かれてしまう。やがて、フェルミーナは、これらの撲滅に尽力するヨーロッパ帰りの医師、ウルビーノ博士に見染められ、結婚する。それを知ったフロレンティーノは、何年でも彼女を待ち続けると、心に誓う。後年、おじから引き継いだ。 河川運輸会社のトップになることもあり、600人を超える女性と恋愛を楽しむのであった。初恋の女性を51年9ヶ月と4日、待ち続けた男の壮大な愛の顛末を描く。アメリカでは2007年11月16日に、日本では2008年8月9日に公開。上映時間137分。ありがとうございます。